ママはジェファーソンで役を作ってて、パパも服役中で忙しい。 D を誘えば？本当言うと、ヘンリーは悪いニュースを切り出せないでいるの。そうなの、つまりここら辺は最近気温の変化が起こってるから、一緒に畑を歩いて作物に影響がないか見たかったの。見習いのケイデンスと申します。ジムたちは一緒に畑を歩いたりしないでしょうね。それがお客様に対する態度かしら。ゲーム感覚だった。ディーンと待ち合わせしたから3番通りで降ろしてくれる？また手伝ってほしいって頼んでるつもり？お嬢さん、いいけど、どこに泊まってるの？ダイナーのバイトに行くから。会えて本当よかった。デイビーと今夜パーティーに行きませんか？よかった、7時頃出るから。そう、パパとママは知らない。よかったら内緒にしててもらいたいんだけど。ちょっと口喧嘩しただけ。いつものこと。バンドやってる彼は大好きだけど、でもこっちはバイトして学費貯めてるってのに、向こうはなんかダラダラ働く気なんて全くないの。よーして、売人なんかじゃない。まあどうしてもお金がいるときは売ってるけど、親しい人たちだけにね。ちゃんと聞いて、まずみんなを観察するの。周りにいる人たちをさりげなくね。黙って心の中で自分が成り代わりたいって思う人を選ぶ。誰でもいいし、どんな理由で選んでも構わない。私は2つのことを当てるの。誰を選んだかと、どうして成り代わりたいのかをね。ヒューに言われたの、何かを移したって。だから追われるって。彼なら平気かな、怖がってなかったし。前にも寝たことあるから、まあ多分何時間かしたら動き始めた。ただひたすら歩いてる。もう自ら出たい。とにかく出たい。あんたゾンビ？私も前はリーダーだったの。メンバーが一人行かれたって。なんで？この犯人じゃフィフスウェーブが来た時生き延びられないと思ったからだろ。私のケツをガン見したら喉をかっさばくからな。はっきり言っとく、あんたの命令は受けない。頭でっかちと心中する気はないから。私にちょっとでも触ったら殺すよ。わかった。チェスがやりたいな。あんたできる？セクハラ発言も許さないから覚えとけ。無駄なことやっちゃって。ヘリから降ろされた時点でみんな死んでるよ。あんたがリーダーじゃなおさら無理。首席補佐官が採用したインターンが超イケメンでね。背はあなたより低いけど、エクボがチェロを弾くの。うん、会いたいに決まってる。寝て。前もそれやって任務が一月伸びた。だけど婚約者に任務を終えて帰還した。何これ？いえまだ見てない。私はホワイトハウスでディランに会った。あなたたち話し合った方がいいと思う。あなたは彼を死なせかけたのよ。もうちょっと敬意を払って。パパ何してるの？マシュ、パパを船に乗せないで。分かったわね。子供の頃パパといる時、目を見て話せなかった。認められてないと思って。それで居心地が悪くて家を飛び出した。私嵐の後って好きなんだ。空気がなんか軽いっていうか、空がすごく澄んでるの。なんかそのまま飛べちゃいそうなんて思うのはハイだから。やばいことに関わってるわけじゃないんでしょ。やめときなさいよ。うちの兄貴のことって知ってる？他のことはずっと喋ってないの。もう随分長いこと。きっかけはママが病気になったこと。それでもあいつ変わらずクズで、喧嘩したり結局退学。ママは必死に頼んだの。でもあいつはいくらお金をくれたって使いたくない。使えるわけない。私をどうする気？なんで？目的を教えて。嫌だと言ったら何か食べさせて。ちゃんと食べさせて。ステーキ、チキン、チーズトーストをここで。毎晩のシャワーと着替えも用意して。あんたの大事なプロジェクトにとってこれが一番の鍵でしょ。でもこのマシンは私が動かしてる。あんたって超変人。やだ。続けるならこっちにも条件がある。終わりを決めて、その日が来たらこの装置を外して私を解放して。何が理解できないのよ。アレックスは人で名前がある。私も人で名前がある。そうだよ。